北川由里子さんがいられます。お願いします。本当におはようございます。はい、という感じになります。早い、やっぱこのコマーシャル早い。画面の早い。撮るのはフィクション。そうですね、では始まりましょう。お願いします。吉高由里子さんです。よろしくお願いします。よ、頭スタッフいつものメンバーでお送りしますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、はい、開発者からしんどちょっと鳴らしていかないと。そうね、鳴らしていかないと。すいません、お待ちを。はい、ちょっとラグビーでもあれかもうおラグビーしてます。開発者からしんど、もうちょいだけ巻きかな、ちょいだけですよ。早くしね。花粉朝からしんど。声だった。声だった。悪くない、悪くない。はい、OK。こう。はい。夕方も鼻がむずむず。あ、はい。素晴らしい。しばしばに。はい、編集入れます。これだと OK。 あ、カット。しっかり対策ってことね、うん、朝夕飲んでしっかり対策ってことね。カッ、ういその感じでもうちょい待ってね。朝夕飲んでしっかり対策ってことね。これ裏返っちゃうよ。一日いい感じ。そんなによく感じなかった今。一日いい感じ。これちょっとおじさんみたいな感じだった。こうじゃないねえ、手振って歩くのこんな難しいの。一日いい感じ。いいですね、いいですね、いいですね。それでね、巻きも、まあ、もうちょい巻きのやつも。ねえ。一日いい感じ。リードも早く。悪くない、悪くない。ちょっと入れてみます。しましょう、しましょう。って方は、一日二回のアレグラでしっかり対策。か、カット。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。ちょっと入れてみます、しましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、私はアレグラの CM に出演してから4シーズン目ってなって4年目であっという間だなって感じるんですけど、まあすごく早口が多くて、もう一生懸命頑張ってる自分の姿を応援してもらいたいのと、やっぱり私もアレルギー持ちなんで、朝とかすごい鼻ぐしゅぐしゅとかずっとなるタイプなので、なんか実感を持ってできたかなっていう感じに思います。そうですね、今撮影時間が長いので、やっぱりこう今までにやってこなかったような紛争だったりとか、カツラもそうですけど、なので現代劇よりもすごく体力が必要なので、やっぱ寝る時間を大切にして、朝眠たいまんまよりも朝頭が起きてた方がいいですし、夕方過ぎてもなんか体力続くように、眠くならないように、やっぱりしっかり睡眠時間取っといた方がいいなっていう感じで心がけてます。そうですね、本当にこうがむしゃらになって頑張ってるとは思うんですけれど、なんだろう、しっかりこうテストだったり体調だったり、あの対策を取りながら終わるまで集中力を切らさずに頑張ってくださいっていう気持ちですね。吉高由里子です。私が出演するアレルギー専用鼻炎薬アレグラ FX の新 CM が完成しました。効き目あります2回のアレグラ、
辛い花粉の季節、朝夕飲んでしっかり花粉対策をしてくださいね。それではご覧ください、どうぞ。花粉朝からしんどなら、朝アレグラ。夕方も鼻がむずむずなら、夕アレグラ。朝夕飲んでしっかり対策ってことね。2回のアレグラ、1日いい感じ。久光